はい、皆さんお疲れ様でございます。いやー、ウェストブルックっていう選手素晴らしいですよね。いや、今日もね、超点数取ってくれてね、まあ、勝てはしなかったんですけど、25得点7リバウンド7アシスト、あ、フィールドゴールも47.6、あ、素晴らしいじゃないですか。あ、ターンオーバー7か。まあ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 ね、全体見たら25得点取ってね、リバウンド7、7アシストってね、もうオールスターじゃないですか。素晴らしいですよ。まあ47ミ。いやね、別にね、パスもいっぱいしてくれて、周りの選手活かしてくれて、いやもうバッチリ。レブロンがね、レイカーズだったらね、もう大エースでございますよ。リバウンドも取ってくれるし、ディフェンスはまあたま、まあね、うん。はい、すいませんでした。いやー、まあなんかちょっとね、皮肉みたいな始まりになって申し訳ない。最近は僕のツイッターまでフォローしてくださってる方はね、わかるかなとは思うんですけど、ウェストブルックがね、適正金額なんだとか、今日も試合中にツイートしたのが、あのウェストブルックさん試合会場とシュート練習場を間違えるみたいな煽りツイートしたんですけど、いや、まあまあ申し訳ないって言ってやっていいんかな。いや、俺本音としてはさ、もう別にウェストブルック別に好きじゃないし、今日も前半めちゃめちゃひどくてさ、いやまあもうね、なんて言うんだろう、俺別にラスファンと喧嘩をしたいわけではないんだよね。なんか事実を言っていきたいというかさ、いや今日もまあ全体通したらまあ良かった部分もあるっちゃあるんだけど、やっぱり彼が手放しで褒めるのはちょっとまだ無理かなとは正直思ってます。別に僕はラスファンとも仲良くしたいです。いや、無理なのかもしんないんだけど、まあちょっと試合の話していきましょうか。で、まあ別にね、今ウエスト1位のナゲッツさんに今日別に勝てるとも思ってなかったんで、あの負けたこと自体は大してショックじゃないんですよ。なんか試合の流れがまあイライラする部分あったんで、まあ話していくんですけど、もう頑張って今一旦ラスのことが嫌いっていうのを最大限省いた上での事実ベースでレイカーズ目線からいきますね。いや、本当にウエストブルックを批判したいためだけに僕は YouTube やってるわけじゃなくて、事実を話していきたいんですね。まあなるべくバイアスは消すように頑張ります。なんかその向きになるっていうかな、いや今日前半だけ見たらさ、ラスのことを褒める人って多分いないと思うんだよね。まあ後半も含めたら、あ、後半ちょっと頑張ってくれたんだねとはなるんだけど、シュートをさ、こうことごとく外した上で、彼のさ、攻め方っていうのも変わらないじゃん。今日ミドルがダメだったらレイアップに切り替えていこうとか、レイアップがちょっと止められるんだったら、まあもっとまあパス回したりとか、シュートをもうちょっとフリーな状態打とうとかって思うんだけど、相変わらずタフシュートが多いというか、レイアップも今日アーロン・ゴードンとかジーク・ナジーとかにすげえ止められてたし、じゃあそういう時にもうちょっと球離れだけ予約して、オフェンスの組み立てを変えていこうみたいな場面があったらいいんだけど、なんか彼中心のバスケっていうのが終始続いてて、ほんと前半っていうのは戦術とかではなくて、ラスって感じだったじゃん。で、それがダメだったからああいう感じになって。ただ、まあ、あのラスの出来で結構前半そんなに点数をつけられてなかったのは良かった部分でね、ディフェンスはみんな動いてたには動いてた、頑張ってた。けどやっぱりアーロン・ゴードンとか KCP、ブルース・ブラウンっていう向こうのウィング陣、まあちょっとサイズの少ないウィング陣でもあるんだけど、アーロン・ゴードンとかね、もうむちゃむちゃにやられてたから、やっぱりこうフォーガード、まあ今日もね、リーブスもいないしロニーもいないし、まあレブロンはちょっと休みっていうところで、まあちょっとそれだと厳しいのはわかるんだけど、じゃあそこに対してのアジャストってもっとなんかないのかなとは思いました。すいません、こんな抽象的な感じで。で、これもちゃんとバイアス外した上で言わなきゃいけないこととしては、別に今日ラス以外の選手もまあひどかったんよ。シュルーダーも点数だけ見たら今日も2桁してるけど、ほとんどフリースルー取った得点、8分の8フリースルー入れてて、フィールドゴール自体 23.1% だから、まあほとんどフィールドゴール自体は入れてないっていうところ。トマブラも、まあ、スタッツ自体は今日派手に見えるかもしれないんだけど、やっぱりヨキッチに前半止められてなかなかプレータイムをもらえなかった。まあハムがねガード起用したいからなのかもしれないけど、やっぱり相手のインサイド陣であったりアーロン・ゴードンのカバーディフェンスになかなか適応できてなくった。ちょっとトマブラ向きになってたよね。どうしてもインサイド攻めたくなっちゃってたから、まあ、そこの球離れとかもね、まあ、最近シュルーダートマブラ活躍しすぎてたから、今日はいい感じでそのお灸を据えられたっていうか、まあ、これを糧に次以降頑張っていけばなと思います。他の選手もね、別に良かった選手、クリスティぐらいかな。まあ、要所でシュートを決めてくれたんで、試合が壊れなかったっていう。クリスティは良かったんだけど、やっぱディフェンスとかの判断とかはまだまだな部分はあるかな。あとはまあみんなこう、球離れ悪いな、ちょっとなんか遅いんだよね。せっかくさ、ウェストブルックとかがさ、もたもたしてダブルチームついた時に、パスをもらった選手の判断が遅くて、ダブルチームされた後のアウトナンバー、数的優位を持てないっていう状態が多かったんで、まあもう反省しましょう、みんなで今日はって感じです。はい。で、対してナゲッツなんですけど、まあ前半まあ、なんか G リーグチームみたいなレイカーズに対して、あんまり点差をつけられなかったな、と思ったけど、やはり後半はさすがでしたね。今、ウェストの1位にいるだけはあるなと思いました。ジャマール・マレーがね、今日後半ギア上げてきて、レイカーズやれちゃったって感じなんだけど、ただ俺は忖度なしにジャマール・マレーに対しても言いたいのは、足りないかなとは思うかな。その今日だけ見たら全然いいんだけど、やはり彼って波のある選手だし、まあナゲッツのシステムだからしょうがないけどね、誰かが攻めるっていうんじゃなくて、ヨキッチからパスを受けて、一番タフショットじゃない選手っていうのが打つっていうシステムだからしょうがないんだけど、正直長年ヨキッチ・マレーのシステム、まあ MPJ が途中から入ってきたけど、20得点平均いかない出来だと、今年もさ、多分オールスター選ばれないじゃん、この人って。
わかんないんだけどね、コーチ選手であるかもしんないんだけど、ウエスト1位をこのままキープできたら、1位のチームからってある程度2人選ばれるような傾向強いからさ、けどやっぱり選ばれなさそうっていうところを見ると、やっぱマレーっていうのは平均的な安定感がまだやっぱ足りないかなとは思いました。今日は良かったんだけどね。でまあヨキッチについてはね、もう別に改めて話すこともないんで、まあすごいなーとかしか思ってなかったんだけど、やっぱブルース・ブラウン、 KCP、 アーロン・ゴードンっていうサポートウィンガーっていうのかな、もう KCP 帰ってきてくれ本当に。今スリーポイントランキングもめちゃめちゃ上位にいるからね、今日はそんな入ってなかったんだけど、ブルース・ブラウンがね、昔はノンシューター扱いネッツでされてて、ディフェンスはいいけど穴だったっていう選手が、もうナゲッツ来てから、まあ去年のネッツから良かったんだけどね、最後の方はもう完全に 3&D として開花したよね。サイズはそんなにないんだけど、運動能力と確実なスリーポイントでもう地位を確立したから、いや彼みたいな選手夢あるよね。俺渡辺雄太もさ、あのプレータイムは若干違うんだけど、ブルース・ブラウンみたいな選手を目指せればもっといいんじゃないかなと思った。あとアーロン・ゴードンだよね。なんか今日22分しか出てないんだけど、22分しか出てないとは思えないレベルのインパクト残してたよね。リバウンド10で、得点自体は9なんだけど、レイカーズのサイズのないディフェンスをめちゃめちゃ彼に疲れて、前半とか後半の序盤かなやられてたんで、彼もねドラフト4位だったかな、マジックで指名された時から見てはいて、でやっぱり4位で指名された、期待されたほどの、高校生の時とか彼ってめちゃめちゃ大スターだったよ。それに比べたら物足りないよねっていう選手がナゲッツに来て、ロールプレイヤー、できないことはできないってちゃんと分かった上でできることをやるっていう選手になって、素晴らしいなって思いました。語彙力なくてすいません。まあそんな感じかな、ナゲッツは。まあ MPJ もうちょっと頑張っていいんじゃないと思って、 MPJ 俺めちゃめちゃ期待してんだよな。やっぱネクスト KD とは言わずとも、あのすげえさ強烈な打ち方する3とかめちゃめちゃローマンあるから、もうちょっと頑張ってほしいかなと思った。でまあ試合としてはこんな感じですかね。まあ今日はショックは少ないんだけど、イライラした選手が何人かいたかなっていう感じのゲームでした。切り替えていこう。はい、で今日この流れで話したいことがあって、今日負けてしまったので若干ゲーム差はね離れてしまったんですけど、昨日の時点ではこの間勝ったキングスと2ゲーム差の状態で、今キングス5位にいるんだけど、そう5位と2ゲーム差ってことは、ちょっと頑張れば全然プレイオフで B シードは狙える位置に行けるっていう順位ぐらい、今ウエストってすげえ混戦だから、あれレイカーズもしかしてちょっと良いんじゃないかって思ったよね。みんなもちょっと思ったと思う。で今日レイカーズは負けてしまったんで、5位のキングスは3ゲーム差で、6位のウォーリアーズとはまだ 1.5 ゲーム差のね、これちょっと頑張れば1月中にプレイオフ圏内行けるよねっていう感じではあるんだけど、でプラス AD もね怪我の調子がだいぶ良くなってきて、接触プレイありの練習が解禁されれば、あと 2,3 週間後にはもしかしたら復帰できるかもしれないっていう状態なんで、そしたらさどうしようかって思わん？ぶっちゃけさ、シーズンの当初はさ、もうラストレードしろとかさ、もう指名権2枚なんていらねえよとは言ってたけど、いやまあどのみちさ、今シーズンレイカーズがまあめちゃめちゃ動いたとしようよ、ラビーン取ったりとか、まあバディヒルド、ターナーのトレードとかしたとしたとして、優勝はさまあできないかもしれないとか、まあその確率の方が高えじゃん。だったらまあ仮に運よく5位6位に今のね、まあ AD が戻ってきた状態で入れるんだったら、無理して2枚の指名権出さなくていいんじゃねえかと俺最近思い始めたんよね。まあいくら 4,5 年後でわからないもん、未来のものがわからない指名権っていうのを今大事に取っておくんじゃねえ、今を勝ちに行け、レブロンの時間そんなにないんだっていうのはもちろん俺も思ってるんだけど、やはりでもその5年後とかにわんときゃ出さなきゃよかったと思ってるチーム今いっぱいいるわけじゃん。でプラスまあ今シーズンはある程度補強を諦めて、来シーズンにね、まあウェストブルックのサラリーが浮くわけで、来シーズンにかけようけどちょっと補強した上で、あダメだったって場合に、その時にアセットとして残ることもできるから、皆さんどう思うでしょうか。僕も正確な答えっていうか、まあ結論は出てないんですけど、一応今の時点では AD 戻ってくるまでにまあ8位とか9位にいることができるんだったら、今シーズンは補強に動かなくていい、バイアウト FA 市場のみでなんとかするっていうのもありなんじゃないかなと思いました。まあかトマブラとかロニーとか今いい選手ちょっと諦めた上で、指名権を出さなくていいマイナーチェンジトレードで多少強くなる未来が見えるんだったら、そこに落ち着くのもありなんじゃないかなと思いました。皆さんの意見ぜひコメント欄でお待ちしております。はい、というわけで今回のラジオこんな辺なんですけど、まあ最後にちょっと言わせてください。まあウェストブルックさんのことだけ話させてほしいです。まあまだ作り始めてないですけど、今日もね、まあ皆さんがコメント欄でいつも温かい言葉くれるレイカーズ速攻コントのやつっていうのをまだ作ってないんですけど、これから作ろうかなと思って、ただまあ今日のこの感じだったらまたウェストブルックバカにすることになるんだろうなと思って、で怒る人はね多分いると思うよ。ひいきすんなと、他の選手をウェストブルックバカにすんな、私は好きなんだと、わかるんだけど、じゃあ俺がさ次からさ、ウェストブルックさん頑張ってます、47ミリの活躍なくてしなくていいんです、今の活躍で十分なんです、僕は誰も批判しませんとかさ、ケンドリック・ナンさんスパイじゃないです、なんでみんなそんなひどいこと言うんですか、楽しく見ましょうよなんて言ってたらさ、
多分誰も見ないと思うんだよね。いやもうね、その役は他の素人 NBA さんとかリクトさんとか、あのちゃんとクリーンにやってる方々の役割なんで、僕はそんなことしてたら多分生き残れなくなっちゃうんで、まあすいません、ラスファンの皆さんと僕は仲良くしたいって最初にも言ったんですけど、無理かもしれないんですけど、まあ、僕のチャンネルをね登録しなくてもいいんですよ。ただ喧嘩はしたくないんで、僕のこのスタイルは ああいう価値観も持ってるやついるんだな、まあ、ひどいこと言ってるし関わんないでおこうぐらいでいいんですよ。あのわざわざ絡みには来ないでください。僕も絡みには行かないんで、はい、お互いこうつかず離れずの距離でいませんか。でできたら仲良くしましょうっていう感じです。今日もありがとうございました。僕今から飛行機乗るんで、ちょっとレイカー速攻間に合わないかもしれないですけど頑張ります。それでは皆さん今日もありがとうございました。お疲れ様でした。最近 TikTok と Twitter と Instagram も開設したので、よかったらフォローお願いします。ではバイバイ。